プロボクシングの亀田プロモーション、亀田興毅会長が15日、都内で会見。3150ファイトボル8、31日、名古屋国際会議場で開催予定だった元世界2回級制覇王者で IBF フェザー級5位の亀田和樹、TMK と同級2位のレラとドラミニ、南アフリカの試合中止を発表した。同社長は、プロモーターである私の責任、私の脇の甘さ、弟ではありますが、亀田和樹選手に大変申し訳ない気持ちでいっぱいです、と謝罪した。最初の契約時は IBF フェザー級同級1位は阿部玲也、KG ヤマト。しかし、今月2日、日本時間3日、米ニューヨーク州ベローナで同級王者ルイス・アルベルト・ロペス、メキシコに挑戦し、8回 TKO 負け。同級1位が空位となったため、IBF はドラミニと同級3位、アーノルド・ケガイ、ウクライナに指名挑戦者決定戦実施を指示。興毅社長によると、最終的にドラミニサイドがそちらを選んだ、と、両陣営が合意したため、和樹とドラミニの試合が消滅した。代わりに31日の興行で、和樹は WBC ユースシルバースーパーバンタム級、55、3キロ以下、王者のケビン・ビジャヌエバ、メキシコ、とノンタイトル10回戦で対戦することも発表された。また、世界的な興行を手掛けるイギリスマッチルームボクシングの日本初興行となるミドル級、72、5キロ以下、トーナメント、プライズファイター、を共同開催予定だったが、こちらも興行は切り離し、大会は延期されることになった。8人が出場し、優勝者には100万ドル、約1億4000万円、が贈呈されることになっていた。WBA 世界同級13位のキーロン・コンウェイ、イギリス対 WBO 同級14位のアイニウェア・イリアティ、中国、WBO 同級7位、IBF 同級10位のアナエル・ンガミ・センゲ、フランス対マーク・ディッキンソン、イギリス、アーロン・マッケンナ、アイルランド対ジョバニー・エステラ、米国の3試合の延期が決定した。トーナメントに組み込まれていた日本ミドル級王者の国本陸、ムシマ、同級1位のカニエイキ、T&T、のタイトルマッチについて、亀田興毅社長は、マッチルームと継続協議中です、とし、予定通り3月31日、名古屋国際会議場での興行で行われる可能性もあることを示唆した。31日の興行はアベマにより PTV で配信予定だったが、無料での配信に変更され、チケットの払い戻しについても応じる方針。